はい、では宅建業法の最後15回目テキスト117ページの監督処分罰則監督処分罰則ですよね。はい、監督処分というのはお仕置きですよね。まあ罰則もお仕置きはお仕置きなんですが、テキストのですねテキストの123ページテキスト123ページ罰則というのは丸三罰則というのは懲役罰金科料この3つを言いますね。罰則というのは懲役刑すなわち刑務所に入って働くわけですよね。はい、懲役それから罰金そして科料です。この3つを罰則と呼んでるわけですね。で罰則以外のお仕置きを監督処分罰則以外の懲役罰金科料以外のお仕置きを監督処分と呼んでるわけですよね。では具体的にテキスト117ページテキスト117ページの監督処分から見ていきましょうね。ではまず丸の1番宅建業者に対する監督処分とそれから120ページの丸2120ページの丸2宅建士または宅建士資格者に対する監督処分に分けることもできますよね。業者に対する監督処分と主に宅建士に対する監督処分2つに分けることができますよね。またこれが試験に出るわけですよね。はい、そこで117ページに戻りますが業者に対する監督処分3つ赤い文字で書いてありますが丸1指示処分丸2業務停止処分、はい、これは営業停止命令ですよね。そして丸3一番重い免許取り消し処分ですよね。軽いものから重い処分へと並べていくと指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分となるわけです。で、指示処分というのは注意処分ですよね。そして業務停止処分、これは営業停止ですよね。で、免許取り消されたらもちろん営業はできますよね。宅建業できますよね。はい、そこでこういった監督処分をする場合には間違いがあってはなりませんから必ず取り調べをするわけですよね。処分の相手方に弁解の余地を与えるわけですよね。これを聴聞、聴聞と言うんです。赤い文字で聴聞と書いてありますよね。聴聞を行う場合には公開で行う審理みんなに見せるんです。公開審理で行う聴聞が行われます。聴聞を経て指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分をすることができるわけですよね。はい、そこでテキスト118ページの一番上テキスト118ページの一番上覚えると書いてありますよね。監督処分である指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分は誰ができるのかという、処分をするものですよね。はい、まず指示処分は免許権者と違反場所の知事ができるんです。例えば括弧の1番指示処分ですがちょっと読んでいきましょう。括弧の1、指示処分。指示処分とは、注意処分であり、一番軽い処分。ここちょっと線引っ張りましょうね。宅建業法違反の場合、指示処分をすることができるわけですよね。はい、宅建業法に違反したら、
指示処分をすることができるわけです。で、次、括弧の2、業務停止処分ですよね。では、そこの括弧の2、業務停止処分、ちょっと線引っ張りましょうね。業務停止処分とは、1年以内の範囲で業務の全部または一部の停止を命令する処分ですよね。1年以内の範囲で業務の全部または一部の停止命令ですよね。で、どういう場合に業務停止処分をすることができるかというと、まあ、いろんなものがあるわけですが、四角い2番、ここもチェック、四角い2番、そこ線引っ張りましょう。指示処分に従わないとき、注意を受けたのに無視したと、こういう場合ですよね。はい。で、実はですね、業務停止処分事由にはですね、いっぱいあるんです。書ききれないくらいあるんです。さて、どう覚えるかというと、宅建業法に違反したら大体業務停止処分に該当するんだな、でいいです。ですから、簡単に言うと、宅建業法に違反したら指示処分事由にも該当し、業務停止処分事由にも大体該当するというふうに覚えておけばいいかと思いますよね。はい、そこで一番上の覚えるですが、指示処分も業務停止処分も誰ができるかというと、免許権者と違反場所の知事なんです。例えば、東京都知事の宅建業者が、埼玉県内で宅建業法違反をした。はい。この場合、埼玉県知事も、それから東京都知事も、どっちも指示処分、それからどっちも業務停止処分をすることができるんです。例えばですね、東京都知事の免許の業者が、東京都知事免許の宅建業者が埼玉県内で分譲現場を設けて標識の掲示をしなかった、これ宅建業法違反ですよね。さて、埼玉県知事も免許権者である東京都知事もどっちも指示処分、業務停止処分、どっちもできるんです。で、次、免許の取り消し処分は、これは免許を与えたものしかできませんね。免許権者のみが免許の取り消しをすることができるわけですよね。これは免許を与えたものしかできません。はい。一問一答式の問題集の166ページの問いの1と問いの2をやっておいてくださいね。はい。それから次に、119ページの括弧の3、免許取り消し処分ですよね。ではそこ線引っ張りましょう。免許取り消し処分は免許権者のみすることができます。はい、そこで、そこの覚えるのところの ① ② ③、これはもう今すぐ覚えてくださいね。免許取り消し事由にはいっぱいあるんですが、その中でも特に極悪な免許取り消し事由、三大極悪取り消し事由、① ② ③、線引っ張ってくださいね。不正の手段で免許を受けた、賄賂を送って早めに免許を受けた、それから ② 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、どういう場合に業務停止処分事由に該当し情状が重いのかっていう具体的な問題は出ません。それは微妙な問題となって、その問題自体がですね、適切か不適切かっていう問題が発生しますので、そういう具体的な問題は出ません。この言葉通りに、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときっていうふうに書いてあります。だからこのまんま覚えてください。はい。これはですね、例えば古代広告を広範囲にわたって
ものすごい数の広告、古代広告をばらまいたと。情状が特に重いというのは、内容が特に悪質であるという場合ですよね。はい。それから次、丸三。業務停止処分に違反したとき、営業停止くらったのに営業してしまったという場合ですよね。この3つ、丸一、丸二、丸三。この三大合格理由によって免許が取り消されたら、5年間は業界追放処分、5年間免許を受けることができなくなってしまうんです。はい、次。丸四。ではそこを読んでいきましょう。丸四。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときとか、または最初は営業していたが途中から1年間休業した場合、正当事由のあるなしにかかわらず免許を取り消すことになっています。とにかく1年間休業したら、正当事由があろうがなかろうが必ず免許を取り消すことになっています。極端な話、個人業者、宅建業者が誘拐されました。1年間行方不明、それでも免許は取り消されてしまうわけですよね。はい、では119ページのここもチェック、一番下のここもチェック、一番下のここもチェックの上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 、1、2、3、4、上4つですよね。上の上の上の上。はい、丸四について右矢印線引っ張っていきましょう。赤い文字で書いてありますよね。1年間の休業は正当事由の有無を問わない。したがって個人業者である A が誘拐されて休業せざるを得ないっていう場合でも必ず免許を取り消すことになっており、ですぐにでも現れて免許の申請をすれば免許を受けることもできるんです。三大極悪理由によって免許が取り消された場合には5年間免許を受けることはできないんですが、1年間休業したことによって免許が取り消された場合でも、またすぐにでも免許の申請をすれば免許は取得することができるんですよね。はい、では問題集の166ページの問いの3と168ページの問いの6、8、9をやってみてくださいね。問題集168ページの問いの6、8、9をやっておいてくださいね。はい、では次に。テキスト120ページ。テキスト120ページ。下から4行目の丸に、宅建士に対する監督処分ですね。はい。では下から3行目、ちょっと読んでいきましょうね。宅建士に対する監督処分を軽い処分から重い処分へと並べると、丸一、指示処分、事務禁止処分、登録少女処分となる。もちろんこれらの処分をする場合には事前に公開で行う聴聞をしなければなりませんね。取り調べの手続きを経なければなりませんね。で、指示処分、これは先ほどと同じように注意処分ですよね。叱られるわけですよね。で、次、丸に、事務禁止処分。これはですね、宅建士の3つの独占業務をしてはいけません。1年以内の範囲で宅建士として行う三大独占業務、これをやってはいけませんよっていう処分ですよね。ではテキスト121ページ、テキスト121ページ、括弧の1、指示処分。はい、ではそこをやっていきましょう。宅建業法違反および以下の場合には指示処分をすることができるわけですよね。で、下のここもチェックのところの四角い3番、宅建士で
宅建主として行う事務に関し不正または著しく不当な行為をした時ですよね。宅建主がですね、不正な行為をしたら指示処分を受けるわけです。はい、それからですね、次のページの122ページ、括弧の2、事務禁止処分ですよね。はい、ではそこ線引っ張りましょう。122ページ。事務禁止処分とは、1年以内の範囲で、宅建主としてすべき事務、重要事項の説明等の独占業務を行うことを禁止する処分ですよね。はい、では3つの独占業務いってみましょう。重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、37条署名への記名押印ですよね。この3つの独占業務をしてはいけませんっていう処分を事務禁処分というわけですよね。はい、そして括弧の3、登録の消除処分ですよね。これは登録が消されることを言いますよね。登録を消すという意味ですよね。はい、ではそこの括弧の3、登録消除処分、以下の場合登録を消除しなければなりませんね。消除っていうのは資格登録簿から削除することを言います。資格登録簿からその登録を削除することを言うんですよね。じゃあどういう場合に登録消除処分が行われるかというと、その覚えるのところの丸4、ちょっと読んでみましょうね。宅建主が事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重いとおき、または、はい、ここ線引っ張りましょう。事務禁止処分に違反したときですよね。はい、事務禁止処分を受けたのに重要事項の説明をしてしまったと、こういうような場合ですよね。これは登録が消されます。登録消除処分を受けるわけですよね。はい、そこでテキスト121ページの真ん中の覚える、テキスト121ページの真ん中の覚えるを見てくださいね。指示処分は登録地時と違反場所の地時どっちもできます。宅建試験に受かったら受験地の地時の登録を受けますよね。で、登録を受けたら登録地時から宅建支証の交付を受けることができ、宅建支証の交付を受けた時点で宅建士となるわけですよね。はい、まず宅建試験に合格をして合格者となる。次に受験地の登録、受験地の知事の登録を受けて宅建士資格者となる。で、次に登録知事から宅建士証の交付を受けて宅建士となるわけですよね。はい、でそこで宅建士がですね、宅建業法違反をしたりとかですね、または不正な行為を行う場合、指示処分を受けるわけですよね。そこで誰ができるかというと、登録知事、まあ宅建支証の交付をした知事と言ってもいいですが、登録知事とそれから違反場所の知事が行えるわけです。また事務禁止処分も登録知事と違反場所の知事が行うこともできるわけですよね。で、登録の消除処分だけは登録知事のみですよね。はい、その上の方にケースの2に書いてありますように、東京都で受験をし合格をして、そこで東京都知事の登録を受けて、東京都知事から宅建支証の交付を受けた宅建士 A が埼玉県内で不正な行為をしたっていう場合、はい、不正な行為をした場合には指示処分を受けたり事務禁止処分を受けるわけですが、じゃあどこの知事ができるかというと、どっちの知事もできるわけです。登録知事である東京都知事も指示処分や事務禁止処分をすることができ、また違反場所の
お知事である埼玉県知事も指示処分や事務禁止処分をすることができるわけです。はい、では次に、はい、では次にですね、テキスト123ページ、テキスト123ページ、はい、テキスト123ページの上から2行目、登録少女処分を受けたら宅建士は宅建士証を交付した知事、または登録知事とも言いますが、登録知事と言ってもいいですが、に返納しなければなりませんね。はい、返納と提出、言葉がちょっと違いますよね。まだ効力を有している有効な宅建士証を渡す場合には提出という言い方をし、効力を失ってしまった、無効となってしまった、紙切れとなってしまった宅建士証を渡す場合には返納という言葉遣いをするわけですよね。はい、でそこで事務禁止処分を受けたら速やかに宅建士証を提出しなければなりません。それから登録少女処分を受けたらもう宅建士証は効力を失ってますから返納、速やかに返納しなければなりませんね。言葉が違うわけですよね。はい、では123ページの丸三罰則ですよね。まず罰則、一番軽いものだけはまず最初に覚えないといけませんね。10万円から軽いを、はい、ではそこの覚える一番軽い罰則、線引っ張りましょうね。10万以下の過料、かっこ過料ではない、どっちも過料過料って言うんですよね。これでは音を聞いただけでは同じですから分かりませんね。そこでどのように通称区別をするかというと、この過失の過の過料、これは過ち料って呼びますね。過ち料、それから科学の科の過料、これは都が料って言いますよね。過ち料と都が料、はい、10万以下の過料、過ち料、これは覚えてください。そこの丸1丸2、宅建士証を返納しなければいけないのに速やかに返納したかった場合、10万以下の過料、過ち料です。都が料ではありません。それから事務禁止処分を受けたら速やかに宅建士証を提出しなければならないのに速やかに提出しなかったら10万以下の過ち料、過料です。それから丸2、重要事項の説明する場合には宅建士証を見せながら重要事項の説明をしなければいけないのに見せなかった、はい、10万以下の過ち料、過料ですよね。この3つを覚えておいてくださいね。速やかに返納しなかった、速やかに提出しなかった、見せないで重説をした、この3つを覚えてくださいね。速やかに提出しなかった、速やかに返納したかった、見せないで重要事項の説明をした、この3つ、10万以下の過料、これ以外にありません。まあ一つあることはあるんですが、それは竹試験には出ない内容です。ですから3つと覚えていきましょう。はい、では次にテキスト126ページ、テキスト126ページ、はい、テキスト126ページの民法上の売り主の貸し担保責任って書いてありますよね。そこに出題表の下の下2つ目2行目ですよね、灰色の編みかけの部分で民法上の売り主の貸し担保責任って書いてありますよね。これは8種類制限のところで民法上の貸し担保責任勉強しましたよね。天井裏の針にひびが入っている、虫が食っている、ちょっと見てもよくわからない隠れた欠陥のあるものを売った売り主の保証責任、
これを売り主の貸担保責任と言いましたよね。でその内容は損害賠償請求と、それから瑕疵が重大であれば解除をすることもできましたね。そしてこの損害賠償請求と解除は瑕疵発見から1年以内にしなければなりませんでしたね。これが民法の原則である売り主の貸担保責任なんです。で次に今度は真ん中の方のこの注意の下、はい、品格法上の貸担保責任って書いてありますよね。これは眺めておくだけでいいです。眺めておくだけでいいです。具体的に言いますと、新築住宅を売った売り主は構造体力上主要な部分と、すなわち重要な部分ですよね。柱、梁、基礎、屋根、外壁といった構造体力上主要な部分と、まあ、重要な部分というふうに考えてください、はい、新築住宅の売り主は重要な部分に隠れた瑕疵があった場合には品格法が適用されるんです。民法よりももっともっと重い責任を新築住宅を販売した売り主に課されるんですよね。つまり引き渡しから10年間担保責任を負うんです。保証責任を負うんです。引き渡しから10年です。そしてじゃあ買い主は売り主に対してどういう貸担保責任を追及できるのかというと、引き渡しから10年間損害賠償請求、解除、そして貸収保請求もできるんです。直してくれとも言えるんですね。はい、もう一回繰り返していますね。民法上の売り主の貸担保責任はあらゆる瑕疵を言います。どんな瑕疵でもいいんです。隠れた瑕疵であれば何でもいいんです。ところが品格法上の貸担保責任というのは柱、梁、基礎、屋根、外壁といった重要な部分の隠れた瑕疵に限定されています。はい、例えば民法上の売り主の貸担保責任、これは床の隠れた瑕疵でもいいんです。どこでもいいんです。はい、そして民法上の貸担保責任の追及権というのは損害賠償請求と解除だけであって、貸収保請求直してくださいという請求権はないんです。で貸し発見から1年以内に損害賠償請求と解除しなきゃいけないんです。ところが新築住宅の販売の場合にはですね、構造体力上主要な部分等に隠れた欠陥があった場合には引き渡しから10年間損害賠償請求、解除、貸し保請求をすることができるんです。このように新築住宅を販売した売り主にはこのような重い責任が課せられ、これを126ページの表の上ですが赤い文字で書いてありますよね。この売り主の担保責任を特定住宅貸担保責任、特定住宅貸担保責任って言うんです。はい、このように飼い主さんはですね、非常に保護したわけですが、どれだけ保護してもですね、実際に損害賠償できなければ意味がないですよね。お金で賠償することができなかったらこれ意味がないわけですよね。そこで126ページの丸の1番、視力確保措置と書いてありますよね。こっからが宅建試験に出る内容です。品格法の内容は問われません。はい、一応参考までに言っただけです。はい、新築住宅を販売する宅建業者、新築住宅を販売する宅建業者は視力確保措置を取らないと新築住宅を販売してはならない。新築住宅を販売する宅建業者、はい、宅建業者が新築住宅を販売しようとする場合には視力確保措置を取らないと売ってはいけないということになっているわけです。その視力確保措置っていうのは構造体力上主要な部分等に隠れた欠陥があった場合、引き渡しから10年間直したり損害賠償をしたり
または解除されても文句を言えないという責任を負うわけですね。これを特定住宅貸し担保責任というわけですね。これは確実に実行履行できるための措置、確実に損害賠償、確実に直すということができるような措置を取らなきゃいけない。それを視力確保措置、視力確保措置と呼んでるわけですよね。で、この視力確保措置にはどういうものがあるかというと2つありますね。保険に入るか、または保証金を供託所に供託をする、はい、保険のことを正式には住宅販売貸担保責任保険契約、それから保証金の供託は正式には住宅販売貸担保保証金の供託ですよね。新築住宅を販売する宅建業者は保険に入るまたは保証金を供託するといった視力確保措置を取らないといけないんです。で、誤解してはならないのはですね、このどちらかを採用しなきゃいけないとかだったら誤りですからね、両方取ってもいいんですよ。両方、この視力確保措置を取ってもいいんです。またはではありません。はい、そこで、はい、そこでですね、この視力確保措置としての住宅販売貸担保責任保険契約と言えるための条件があるんです。条件が、はい、住宅販売貸担保責任保険契約、住宅販売貸担保責任保険契約と言えるための条件ですね。では127ページの一番下のここもチェックですよね。はい、ここもチェックの上の上、ここもチェックの上の上、読んでみましょう。視力確保措置として採用できる住宅販売貸担保責任保険契約とは以下の条件を備えているものを言うんです。ではまず四角1番、保険料は売り主である宅建業者が払うものであること、買い主が払うものはこの視力確保措置としての保険とは言えません。売り主が保険料を払うもの。次、四角い2番、保険金額は2000万円以上であること、2000万円以上であること。で、次、保険の有効期間は引き渡しから10年以上であること。四角い3番、有効期間は引き渡しから10年以上であること。で、次、四角い4番、勝手に保険契約の内容を変更したり解除することはできません。保険契約の内容を変更したり解除する場合には国土交通大臣の承認を受けなきゃいけません。国土交通大臣の承認を受けた場合を除き勝手に契約の変更や解除をすることはできない、そういう内容でなければなりませんね。落書き宅建士一問一答式の問題集の176ページの問いの8、176ページの問いの8をやってみてくださいね。はい、それからテキスト129ページ、テキスト129ページ一番上の丸1、覚える、はい、一番上の覚えるのところの丸1、視力確保措置は新築住宅の売り主が宅建業者で、買い主が宅建業者でない場合に売り主に視力確保措置が課せられます。売り主も買い主も業者である場合には売り主は視力確保措置を取る義務はありません。売り主が宅建業者で買い主が素人の場合に売り主である宅建業者に視力確保措置が課せられているわけですよね。はい、一問一答式の問題集落書き宅建士の174ページの問いの1、問いの1、
やっておいてくださいね。はい、では時間オーバーしましたので、これでおしまいしたいと思います。